皆さんこんばんは、モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、今日は2つの雑談トークをさせていただきます。一つはニコン DF 友の会の写真展、もう一つはシグマさんが日本のレンズを発表しましたので、そのことについて語ります。まずニコン DF 友の会写真展、一枚に込める思い、こちらの方についてお話しますが、あと1ヶ月と10日ぐらいになりました。東京都文京区にあるギャラリーにというところで開催します。近くなりましたらもう毎日のようにこのチャンネルで宣伝させていただきますが、パンフレットの方もほぼ目処が立ってきています。こんな感じです。今お見せできるのは表紙だけでございますが、この写真、会員の方が撮られたんですけど、素晴らしいですね。こういう写真を撮影するときって DF を置いて背景を考えて、何より光ですね、どこから光を入れてどんなイメージにするのかっていうことを計算した上で、アングル、構図も正確な位置で、ピントもね、しっかり合うように絞った上でシャッターを切ります。もうなんかお手本のような写真で、この一枚を見るだけで写真の奥深さ、写真の持っている密度の高さ、そういったものをね、伝えることができると思うんですね。いや、本当素晴らしいなと思います。今回出展されるのは全部で10人。10人の友の会の会員の皆さんが出展されますが、作品数はトータルで79点。すごくないですか？79点たら結構なボリュームがありますね。まあ、ゆっくり見ていただくと1時間以上楽しめる内容ではないかなと思いますね。ぜひぜひ皆さん方、会場にお越しください。それで私の作品は3つの塊に分かれています。1つはこれまで撮影してきた北海道の炭鉱シリーズの中からピックアップして、重みのある作品を6点作りました。それからもう一組はポートレートですね。もうキラキラ楽しい美しいポートレート集が8点並びます。それからもう一つの塊には、まあ、なんだろう、バラバラですけれどもね、6点バラバラですけども、まあ、私の写真に対する思いが込められた作品群になります。私一人でやってたら絶対できないっすね。本当に素晴らしい仲間の皆さん方がいてできる展覧会だと思いますね。まだ始まっていませんので、準備をしっかり進めたいと思います。 24mm のデザインってすごい好きなんですよね。こう上の方に行くとこう広がっている形でかっこいいと思うんですね。 DF に合ってますよね。このコンビはすごくバランスがいいです。撮影しやすいですね。そして 24mm といえば、今撮影に使っているソニーのね、24G マスター。これ、1.4 ですから、こっちの方が小型なんですよ。この 24mm をつけてると、フットワークを活かして、ミラーレスに負けないぐらい、こう、軽快に撮影することができますね。さて、二つ目の話題になりますが、シグマの新製品の発表
皆さんご覧になりましたか？もう私はね、注目してみましたよ。シグマの新製品はこれで2回目かな、生中継で見たの。で、いいなって思ったことが何点かあるんですよ。一つは社長が自ら語る。社長が自ら紹介するっていうのはね、なかなかいいなと思いますね。それだけ社長がレンズを愛し、レンズのことを詳しく知っているからできることですよね。そしてすごく誠実な話し方で、レンズの魅力がね、伝わってきましたね。二つ目にいいなと思ったことは、今回の発表は、ちょっと我々があまり意識しない視点、まあ、そちらの専門家の皆様にとっては大変興味のある視点からの発表でございました。それは星形写真、星撮りですね。この分野に特化したレンズですというような形でね、紹介されてました。まあ、特に星形写真の場合には、こう隅に行くと周差があったりね、さまざまなこう現象が起こりますよね。そこをどのようにシグマが改善してきたのか、それをね、丁寧に丁寧に解説されてるんですよ。一度設定したピントがずれないようにね、こうロックする機能をつけたりとか、細かいところに配慮されたまさに星形写真用のレンズというね、この切り口が面白かったですね。いいなと思いました。私はね、また違う視点からこのレンズ2本を見ていました。それはデザインです。シグマのアートレンズ出た頃かっこいいなと思ってたんですけども、まあコンテンポラリーシリーズが出たりして、デザインもね、徐々に変わってきましたよね。そしてこの新しい DGDN のアートレンズ F1.4 シリーズはこれまで確か 35mm と 85mm が出ていました。ここに20と24が加わるんですけども、このデザインはね、いやー美しい。もう所有したくなりますよ。例えばこの 20mmF1.4 であれば、ソニーの G レンズ 20mm の F1.8G とこうライバルになる。昔の基準で言えば純正レンズよりもサードパーティーのレンズが高いっていうのは昔はありえないと思うんですけど、確かこれ、まあ、1.4 と 1.8 という違いはあるにしても、まあ、それなりの価格で勝負してきてるんですよ。つまり純正に負けない、いやそれ以上の性能を持ったレンズ、しかも質感、デザイン、すべてにおいて純正を超えてやろうというね、意識が感じられる。すごいなと思います。こちらが 24mmF1.4DGDN アート。コンテンポラリーシリーズのレンズはちょっと癖があるんですよ、デザインに。それに対してこのアートレンズはめちゃくちゃシンプル。絞りリングの位置やフォーカスリングの位置もね、適切に作られていて、しかも品質もいいので F1.4 ですからね。この GM の F1.4 とどうなんだろうね。まずものすごく興味ありますね。ということで、最後までご視聴いただきありがとう。